はい、どうもお疲れ様です。FTX っていう仮想通貨取引所がですね、預けたお金を共に破綻して取引騒ぎ、要するに引き出せなくなってるっていう現象が起きて、それが波及してグループ企業や関連会社まで、暗号通貨が引き出せないようなね、連鎖したこういった取引騒ぎが起きてると聞きます。それとはちょっと違うんですけども、スーパーが予告なく閉店、独自の電子マネー戻らず、客は憤慨、まるで詐欺だとありますけども、まさにその通りですよね。これ以前もこの動画で、扱ったことがあると思いますけども、どんなスーパーだったかな、辻富っていうスーパーですか。大阪京都で4店舗を運営していたスーパーチェーンが10月予告なく閉店して、店が独自に導入していた電子マネーの残高が使えない状態となっている。まさにこの店独自の電子マネーですから、例えば他のコンビニとかね、スーパーに行って使えるわけがないわけですよ。つまりは電子マネーに入金させて、そのお金を持ってドローンしたってことでしょうね。だからこれも FTX と似たような取り付け騒ぎと言ってもいいんじゃなかろうかと思います。会社は破産手続きを進めており、残高が返還される目処は立っていない。まあ、もしこれが戻ってこないとなると、経営者、それから従業員の方、結構苦境に立たされるでしょうね。買い物難民も発生し、地域に混乱が広がっている。まさにスーパーが閉じるってことは、そこを利用してた方にも本当にダイレクトに買い物に窮するってことになりますよね。閉店したのは京都府八幡市に本社を置く辻富。帝国データバンクによると、1982年の設立とうんぬんと書かれてますけど、負債総額が11億円。私がね、昔スーパーをやっていた頃というかね、スタッフとして社員として勤めていた頃、ライバル会社が9億円の負債を抱えて倒産したってことがありましたけども、やっぱりそこのスーパーってね、年末にものすごく市場で買い込んだらしいんですよ。で、年末決算セールとか行って、ブリ1本500円みたいな変な値段で出して現金回収した。だから業者からね、揃って、あの会社潰れるんじゃないかなと思ったら、1月1日を休みにして1月2日に綺麗に潰れてましたね。で、店長も分かんなかったらしいんですよ。店長以下社員が出勤したら、シャッターが閉まっていて、経営努力を重ねていたんですが、やむなく閉店になりましたとか書いてあったらしくって、もうなんか正月からとんでもないことになったみたいですよね。で、私たちはそう言って近隣のスーパーが倒産したんで、逆に儲かっちゃったみたいなことがありましたけどもね。なるほどね。海運採地区にはこういったスーパー結構あるんでね、気をつけた方がいいなと思いながらも見てますけど、玉手ってところでいいんじゃないですか、買い物するんだったら。辻富さんね、4店舗苦しかったんでしょうね。なるほどね。買い物難民もこれから出てくると思いますんで、大阪の方にはライフっていうスーパーもあったかな。ライフっていうのが結構感じがいいところですよね。で、玉手が感じ悪いわけじゃないんですけども、あそこは有名なんだけど、なんかこうバッチリスーパーっていうかね、ああいうのが好きなんですけど、私はね、個人的になんかバッチリ感じがする、ちょっと妙な匂いがするスーパーでありますよね。でもなんかね、本当賑やかで、なんか行ってみたくなるようなスーパーですね。なんか物はあんまり買わないんですけども、でも大阪に行った際は必ず寄りたいところですね、あれはね。辻富も行ってみたかったな。どうなってるのかな。辻富の社長さんとかはもう街歩けんようになるんじゃないですか。で、今こういった残留物も多分債権者によって分配するんでしょうね。商品そのまま残ってる感じなんで、まだこれとか、どうにかなるんじゃないですか。それとも業者さんが引き上げるのかな。はい、ということで、いろいろと取り付け騒ぎでございました。いってらっしゃい。